こんにちは、きなこです。私たちが住んでいる国、日本は世界から見ても長寿国で、平均年齢は男女ともに80歳を超えています。そんな長寿国に住んでいる動物たちも、良質なペットフードの普及や医療の進歩によって寿命が伸びているのは事実です。今日の物語に登場するジャリーはなんと18歳のシニア犬。ジャリーは長年飼い主の下で過ごしてきましたが、突如アニマルシェルターへと連れてこられました。ジャリーはどうして18歳になって長年連れ添った飼い主に捨てられてしまうことになったんでしょうか。そしてシェルターで過ごすことになったジャリーはどうなってしまうんでしょうか。最後までご視聴いただけると幸いです。すいません、どうかジャリーを幸せにしてもらえませんか。本当はずっと一緒にいたかったんです。でも私も持病があり、もうこれ以上ジャリーを育てていくことができないのです。ジャリーという名前の18歳になるシニア犬は、飼い主によりランカスター郡アニマルシェルターへと連れてこられました。手放すことになった原因は、飼い主の持病があり入退院を繰り返していることや、ジャリーが終末期の病気を患い世話をすることができなくなったため。高齢と終末期の持病を抱えている犬は、次の飼い主が決まる可能性はとても低いのが現状です。しかし新しい飼い主さんが見つかることを願って、私たちも全力で努力しますと、シェルタースタッフのキースさんは話します。キースさんは SNS にジャリーのことを投稿し、里親募集を始めました。この投稿を多くの人が目にしてシェアされましたが、実際に行動に移す人はすぐには現れませんでした。シェルターは一定期間里親が見つからないと、その後は殺処分されてしまいます。そんな危機感を持ちながら、スタッフたちは懸命に動き続けます。そんなある日、一本の連絡が入ったのです。動物保護を行う団体の創設者の一人であるクリスティーナ・モーガンさんが投稿に気づき、ジャリーを迎え入れてくれることに。モーガンさんは車で2時間かけてジャリーへ会いにアニマルシェルターへとやってきて、その日にジャリーと一緒に自宅へ帰宅したのです。その後、獣医師によって診察を受け、背骨と腰に痛みがあり、治療が必要な歯もいくつかあることも判明しました。ジャリーはとっても素敵な表情を見せてくれます。18歳になってもこの愛らしい姿と人を引きつける雰囲気には驚かされますと、ジャリーを抱きしめ話すモーガンさん。ジャリーはとっても穏やかな性格だそうです。モーガンさんとの出会いによって再び命をつなぐことができたジャリーは、先住犬のコリーと穏やかな日々を過ごしているそうです。よかったね、ジャリー。18年もの長い間、飼い主さんの下で大切に育ててもらったジャリー。元飼い主さんはジャリーを手放すのも心苦しかったでしょう。新たなモーガンさんとの出会いにより命をつなぐことができたジャリーは本当に良かったですよね。残された日々を一日一日大切に、そして穏やかに過ごしてほしいですね。ご視聴いただきありがとうございました。また見てにゃんにゃん。